東洋大学2年ミッドフィルダーの今西奈穂です。今日の試合は後半は、自分たちで支配的に攻撃ができましたが、前半はあまりうまくいかなかったので、ジェスは前半からしっかり支配的にできるように頑張りたいと思います。